え、ねえでも今まで一番こう嫌だいやだなみたいなのってあったんじゃないですか嫌だなその中でも嫌だなですか辛い的な,な辛いもうなんか日々だからな <laughs> なんかこう叩かれた文句みたいな感じでなんかいやこれはなんだよみたいなことも特に ああだからまあこの間もあのテレビでも言いましたけど、うん、そのヤフー知恵袋で、うん、その品川博と和式便所どっちが器がでかいと思いますかっていう質問の答えがその品川はうんこされたら切れると思うから和式便所の方が器がでかいと思いますっていうのがベストアンサーになりうびっした。 でも、実際にあるからね、本当ヤフー知恵袋でね。うん、びっくりしたというか。いや、面白い、でも。うん、まさか本人がね、見てると思わないからね、その書いてる人はね。うん、そうそう。<laughs> でも、結構、その世間の方たち、こうすれ違っても、すごい優しい。ですよね、うん、だから、なんか、その変な目にあったってことは、一回もないんですけど。 ただやっぱりネットはすぐあのばってこう私の会話がばってなるんで、まあ毎回事務所の方にはあの気をつけろっていう形で怒られたりするんですけど、そうですそうですそうです。で,でもなんかこうやっぱりねバラエティ番組が多いんで、もう避けて通れないもんね。そうなんですやっぱりこう。 ちょっとこうリップサービスをしないとあの局の方も喜んでいただけないっていうのがあってリップ嫌われねそうです,うですリップ嫌われあるのよそうですそうですそ,です、ね、その場でねちょっとこうわざと嫌なことを言うみたいなそうねだからあの視聴者の方も少しあのそういう風うな形で優しい目で見守っていただけると一番嬉しいなっていう裏目に出ちゃう、ね、<laughs> そうそう、はい、我々あります、ね、そうなんですはい、はい、結構ヘイトフルな人たちはそこを今あの課題に生きてますね。 はい。あーでも見ますね。はい。遡って見ていくと、なんか私風俗店で働いてるみたいな。<laughs> いやすごい。遡ると。うん、マジで。いやすごいんですよ。私六本木の高級風俗店で働いてたらしいんですよ。とか遡ると面白い方向にこうどん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 。いくら働いてたの？<laughs> いや働いてないですよ。<laughs> 人気は？気え、何人気あった？人気いやあの。 はい。働いてないんだ。乗らなくて。いやなんかいろいろなんか面白い感じのものは見てます。はい。ねそれでもずっと強くっていうのは。そうですね。でもね志賀さん頑張ってますよね。そうね。ねまあはい。もうしょうがないですからね。最近はもう何回たもう全部ヤフーニュースになりますから。はがれの心で頑張ります。はい。 では、そんなお話をいろいろ聞いた中で、この中で一番、まあ、ペイトフルだなっていう方あこの人嫌われ者だなーってなっちゃうんですけどもと思う方を、あの素直な気持ちで恨みっこなしで、指差しをしてみたいと思いますはい三人で、いきますよせーのあ、すごい、分かれましたねすいません、はい全員別れた あ私は品川さんすみません、本当すみませんですけど、なんか品川さん、本当、何の事件も起こしてないのに、どうしてだろうっていう、私はもう、ある事件があったから、分かって、自負してるんですけど、<laughs> 事件って言うなです <laughs> 大事件です、大事件、本当ですか、まあ、犯罪者ではないです、事変があったんで、でもの、不思議なんですよね、でもなんかそこがかっこいいなっていうところもあるんですよね。 我が道を言ってるからこそ多分クくせ者って言われてしまうんじゃないかなとは思いますね、品川さんは。じゃあそんな品川さんはお私はすごく昔から仲良くさせていただいててあのお兄ちゃん的な感じでご飯も連れてって言ってもらったりとか、庄司、うん、さんより仲いいです。本当そうですよね。品川さんどうですかいや、あのでもそうですね、あの、まあのま僕は結構しょうがないというか。はいあの <laughs> なんかただこう嫌われてる人って表裏一体というかそのあるじゃないですかこう嫌われてる人ってぎゃ逆にバックボーンがでかいとかその嫉妬半分みたいな地位と名誉みたいなものがあって嫌われてるみたいなところあるんですけど俺の場合は地位と名誉がそんなにない。 のに嫌われてる。<laughs> <laughs> 割りが合わないなっていつも思っう <laughs>、はい。いやありますよね監督ですし頭いいし。四作撮ってんだ。そんなことない。あれ嫌われてること何のプラスにもならないから。いいですか。ではマイ。ええー、もう本当に一言やばい映画です。 でであのですね本当に後半にかけて、すごくあのミステリーな部分を紐解いていってくれる感じとかが、こ見終わった後にすごくすっきりする映画だと思いますので、皆さん、この後楽しんで見ていってください。今日あありりががととううごござざいいまましたす